皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回はですね、カフェインという成分について解説をしていきます。カフェインというとですね、スポーツをやってる人ならご存知の成分かもしれないんですけども、トレーニングをしない方からしたらコーヒーでね、眠気が覚めるとか眠気覚ましのドリンクに入ってる成分みたいなイメージがすごい強いと思うんですけども、実はですね、このカフェインはトレーニングをしている人ですとかスポーツをしている人にとって非常に嬉しい効果がある成分でもありますので、どういった効果があるのかということを解説をしていきたいと思います。このカフェインの効果を3つお話をしていきます。1つ目がですね、カフェインはトレーニング中、運動中の集中力を高めてくれる。このカフェインを摂取することで体のですね、中枢神経をカフェインが刺激をしてくれます。中枢神経を刺激することで体の中でですね、アドレナリンという物質が出るんですね。このアドレナリンというのはスポーツとか運動中、体が興奮状態にある時に活発に出てくるようなホルモンなんですね。そのホルモンの分泌を促進するということで、トレーニング中、運動中の集中力をこう高めてくれる。あとはその集中力が持続するのを助けてくれるという効果が期待できます。なので、こうトレーニングの後半になってもバテにくいですとか、試合の終盤でもバテにくいといった効果が期待できます。2つ目の効果なんですけども、トレーニング中、運動中の筋力と持久力両方アップさせてくれるという効果が期待できます。これはですね、カフェインの運動効果についてはいろいろ研究が行われてまして、例えばですね、持久力については自転車競技、長距離のロードレースの選手を対象にした研究で、カフェインを取ったグループ、取ってないグループと分けてですね、テストをしたところ、カフェインを取ったグループの方がパフォーマンスが上がったという成果が出ていたりとかですね、筋力に関してもウェイトトレーニングにおいてカフェインを取ったグループ、取ってないグループと分けて実験をしたところですね、カフェインを取ったグループの方が筋力の上昇効果が大きかったというような研究結果がですね、出ています。これはそのカフェインが直接こう筋力を上げるとかパフォーマンスを上げているというわけでは必ずしもないんですけども、まあそこはね、まだよく分かってない部分が大きいんですけども、まあ例えばそのさっきお話をした集中力が上がるっていう効果で、よりトレーニング運動の質が上がったから筋力が上がるっていう可能性ももちろんありますので、カフェインを取っただけで筋力がぐんと上がるというわけでは必ずしもないんですけども、トレーニングをする方、スポーツをする方にとってはカフェインを取ることで運動中のパフォーマンスを上げてくれる、でそれによって、まあ、筋力も上げてくれる可能性があるよというのは覚えておいていただいてね、損はないのかなと思います。3つ目の効果なんですけども、ダイエット中の方に嬉しい効果で、体脂肪の燃焼を促進してくれるという効果が実はカフェインにはあります。実はですね、ファットバーナーと呼ばれる体脂肪燃焼を促進させる系のサプリメントには必ずと言っていいほど入っているのがカフェインなんですけども、カフェインが中枢神経を刺激してアドレナリンを放出することでですね、体脂肪の燃焼を促進してくれるという効果が期待できます。それに加えて体の中でですね、体脂肪を分解するリパーゼという酵素がありまして、カフェインを取ることでこのリパーゼの活性が上がる、リパーゼがより活発に働いてくれるようにこう働きかけてくれる効果もありますので、カフェインを取ることで体脂肪の燃焼を促進してくれるという効果が期待できます。集中力を持続してくれる、筋力と持久力を上げてくれる、体脂肪の燃焼を促進してくれる、この3つの効果が期待できるんだということを覚えておいてください。では次にですね、おすすめする摂取量と摂取タイミングについてお話をしていきます。まず摂取量については結構幅を持たせて設定をしてあるんですが、最初は1日に 150mg を1回ぐらいから徐々に様子を見ながらですね、摂取量を増やしていって、で最終的には1回 200mg を1日に2回ですね、合計1日 400mg ぐらいまで増やしてみるのをおすすめをしています。このカフェインなんですけども、たくさん取れば取っただけ効果があるというものではなくてですね、実は取りすぎると副作用として、まあ、吐き気でしたりとか、あと動悸がするとかですね、副作用が出てしまう危険性がございます。ものすごいね、たくさんの量取らないと、起きたりはしないんですけども、カフェイン中毒なんて
ていうのもこう起きる事例があったりします。まあこれはカフェインの錠剤をもう大量にこう飲んだりとかしない限り心配はないんですけども、本当に取りすぎたらあんまりこう体に良くない作用も実は起きてしまう可能性があるんだということはですね、把握をしておいていただいて、どれぐらいの量を取ったらねそういう症状が出てしまうかっていうのはその方のこう体格とか体質ですね、どれぐらいカフェインに対する耐性があるのかどうかによってかなり幅が出てしまうので、あまり良くない効果っていうのは抑えたいものですから、なるべく最初は少なめの量から様子を見ていって、徐々に徐々にこう量を増やしていく様子を見ながらですね摂取していっていただければなと思います。で次に摂取タイミングなんですけども、これはですね、まあ、運動中のパフォーマンスアップとか筋力アップを目的にするのであれば、運動の1時間から30分ほど前に取っていただくのをおすすめをしています。大体ですね、30分ぐらい経ってからカフェインの濃度がですね高くなっていって、まあ、1時間後ぐらいにはピークに達するというふうに言われてますので、運動の前に摂取をしていただくことで運動中最大限に効果を発揮できるというのが期待できます。そしてですね、体脂肪の燃焼をこう狙う場合には、朝と運動前の2回取っていただくのをおすすめしています。運動しないのであれば、まあ、朝起きてすぐとお昼ご飯食べる前とかですね、まあ、それぐらいのタイミングで取っていただいたらいいと思うんですけども、起きたての頃っていうのは一番ね体脂肪は燃焼しやすい時間帯でもありますので、そういったタイミングでカフェインを取っていただくというのをおすすめをしています。でですね、このカフェインなんですけども、実は B レジェンドのサプリメントにも入ってして、パフォーマンスアップを目的とする方には B レジェンドプレワークアウトにですね1回分あたり 150mg のカフェインが入っています。1回分の量でしたら副作用が起きる危険性も、まあ、まずないと思いますので、安心して取っていただければなと思います。で、まあ、このプレワークアウトはカフェインだけではなくて、まあ、ベータアラニンとかですね、そういった他の成分と相乗効果でですね、よりパフォーマンスをアップさせる効果が期待できるようなサプリメントになってますので、ぜひ試していただければなと思います。そしてもう一つですね、 B レジェンドファイヤー、体脂肪燃焼を促進させる B レジェンドファイヤーにもですね、1回分あたり 98.6mg、 だいたい 100mg ぐらい配合してあります。なので B レジェンドファイヤーに関しては、例えば朝起きて1回分取っていただいて、まあ起きるとか運動前にもう1回分取っていただくような使い方をされても、まあ1日 200mg いかないぐらいなので、体にね異常が出る可能性は低いかなと思いますので、1日1回から2回取っていただくような摂取の仕方っていうのをおすすめをしています。で、このファイヤーもですね、カフェインだけではなくてカルニチンですとか緑茶抽出物といったですね、ファットバーナーで入っていてほしいもの、取っておきたい成分っていうのをこう詰め込んだ万能型のですね体脂肪燃焼促進サプリとなってますので、ぜひこの機会に試していただければなと思います。それでは今回はですね、カフェインの効果と、おすすめする摂取量についてお話をさせていただきました。運動のパフォーマンスを上げてくれたりとかですね、集中力を高めてくれる、体脂肪の燃焼を促進させてくれるといった効果が期待できますので、試したことのない方は試していただければなと思います。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。